さんこんばんは、ハプソンガールの水瀬千和です。はい、ハプソンプロスタッフのオガピーこと尾形よしのりです。はい、今日はこれは朝ではありません、夜です。夜です。なんとイカが釣れてるということで。そうですね、去年もねブームになったイカが、はい、そろそろ釣れ始めてるということなので。去年もはもうちょっと先の時期、うん、もうちょっと先です、ね、ちょっと早いんですね。ちょっと早いですね。なんでちょっとおかっぱりの人たちもねちらほら、はい、うん、アジングライトをつけながらやってくれているので、はい、ちょっと試しに、はい、うん、私たちはちょっと船 で、 そうです、ね、出させていただいて、はい、船では釣果がね少し上がってるっていうことなんで、お、うん、まあ、手始めに船でやってみましょう。期待大ですね。じゃあ、はい、でイカの方はちょっと LED 進化も使って重り具にちょっと調整してみる。なるほど、ね、その辺をやってみたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。とりあえずイカメタルでやってみます。いつもねこれは宮古で聞いてるピンクなんですけど、ちょっとここでピンクが効くかは分かりませんが、一旦やってみましょう。23でどれくらい、結構ベイト付けはある。ベイトはね絶対にいいんだよ。でも麦イカ、おお、え、いやすごいじゃん。いやさすがでした。うわ、いるね。いました。8メートルくらいにいましたね。8メートルだいぶ浅瀬にいました。浅瀬にいるか。ほら、おお、やっぱ無理だ。無理無理。お？無理か。おもり具ですね。LED シンカー見えます？こっちまで入ります。LED シンカーの30号に小さいこれは1.5かなのエギをつけて、ちょっとしゃくって5秒ぐらい待って。また少し上げてまたしゃくっての繰り返し。私多分下から5メーターぐらいで食ったんじゃないですかね。サイズアップした。剣先だ。おい、剣先が釣れました。剣先イエーイ。めっちゃ浅かったですよ。5メートルくらい多分。ここ1-2メートルくらいのところにいますね。あのアジングライト2台つけてるのでかなり就業してるはずです。効果が出てますね。あー逃げた。です。掴んだね。お、ちょっといいサイズじゃない？お、いい。
サイズ。剣先じゃん。これ剣先。これ剣先だよ。剣先。やるねー。やるねー。なんかちょっと大きくない？増えました。いいサイズ。ちょっとね、感じに乗っただけだから。あ、そうなんだ。でもなんか丸っちょい。ほら。さっきからちょっと剣先になってきたね。剣先になってきたね。いい感じじゃん。剣先の群れが入ってる。ほら、イギリス食いました。ナイス。ナイス。剣先。イエイ。連れている私ですが、なぜかと言いますと、実はこちらについているウェアラブル蓄光器を使っておりました。使い方はですね、これ電源を入れてもらうと、はい、ここにかざすだけでなんと自動でつくんですね。来たよ。あ、抜けた。抜けた。見て、ダブルダブル。お、すごい。釣れる時間じゃん。ダブルだよ。よかった。巻いて。やっぱさっきのだいぶでかいな、釣れた。すごかったね。うん、こうやって見ると。ね、さっきのでかい。来た。イエーイ。やったー。イエーイ、やっと。しかも私はダブルですよ。本当だ、すごい。イエーイ。イエーイ。どこにいたの？どこにいたんだ？ほら。ロキどこにいたの？それ。え、そっちの左？このぐらいいいっすね。これぐらいだったら。いや、結構いるんじゃないですか。
1、うわ、2、3、4、40、41、42、43、44。